明けましておめでとうございます、イノウェイゲーム&チャレンジへようこそ、チャレンジャーのイノウェイでございます。今回ですね、挑戦する2019年初のアプリは、ドラガリアロストですね。ドラガリアロスト、こちら召喚ですね。今回、こちら、イ・マネキシ、勝利の夜明け、こちらのですねガチャで、侍ですね、闇属性の侍家康ですね。家康とマリシテンが出てますね。ドラゴンマリシテン登場です。非常にねかっこいいこうキャラクターなんですね。ビジュアル的には、まあ、男性キャラですかね。こちらも完全に男性で、こっちも多分オスのドラゴンだと思うんですけれども、アマテラスに使えるもう十二支流みたいな、なんか設定が新しくできたんですけれども、完全にこう日本っぽいですね、和の国のものになるのかなという。家康はまあ有名な徳川家康が使ってると思うんですけれども、まあ、非常にね、かっこいいキャラクターが今回追加されておりますので、ドラゴンダイヤもですね6475個、これ福袋で非常にあのお買い得で買えました。でさらに、10連チケットこれも取ってあったので、使っていきます。で、龍騎書7500個、これもね使いますので、トータルいくつだ、トータル100連ですね。トータル100連いきたいと思います。早速いきましょう。まずはそうですね、チケットからなのかな、これは。いきます。狙いは家康、マリシテンですね。もうこの2体両方欲しいです。もう気合の100連ですね。さあ行きましょう。さあ来てよ。やはりチケットはなかなか、ここからまだありますよ。刺さるときに虹になったりします。おお、なった、やば、初っ端からなりましたね、やば。これこう来たか。まあ、でも侍は結構いっぱいいますので、ちょっとね、お、アディス来ましたね。今回の新星4キャラクターアディス登場です。ありがとうございます。覚醒の雫、覚醒の雫、五符ですね。あ、新しい五符だ。時空の思い出、あ、雨空の思い出でした。あー来た、来ましたね、一発で家康来ました。ありがとうございます。やば、すげえな、一発だ、すごっ。え、こんなことあるんですね。これはちょっと嬉しかったな。次行きましょう。マリシテンを狙って20連目龍騎将ですね。ちょっとここから交互に行こうかな、龍騎将とドラゴンダイヤ。お、2発目も虹確定です。水晶が虹色になってると確定ですね。お、1個、これドラゴン、ドラゴン来てよ。あー、5符だった。まあでも5符でもねいいですよ。ズッキューン、イエー、しずく、しずく、さあ来た、これ何が来る。おー、日の本よりの使者、やったね。これもいいですね、勇気の5符欲しかったんですよ。これもう家康とちょうど合うっていう感じじゃないですか。シルキー、お、来た、サザンカさんも来ましたね。これでキャラクターは全部揃いました。アザース秘伝の書、もう飛ばしていきますよ。これか、覚醒の雫結構集まりますね、やばい。どうしよう、ドラゴンダイヤだ。こっからが甘くないからね、きっと。はい、よいしょ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 と、まあね、こんな感じですよ。バンバンいきますよ、バンバンいきます。はい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 、オッケーオッケー。
オーケー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 。あ、ちょっと飛ばしすぎましたね、すいません。あ、このキャラ持ってなかったんですね、バネッサ。お、すげえ、持ってなかったんだ、ありがとうございます、すいません、気づかなかった。次は龍騎のゴフですね、龍騎のゴフじゃないや、龍騎将ですね。龍騎将どうだろうな、行くかな、来い、もう一丁、もう一声、行け、虹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 ない、虹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 ない、あー、虹にならない。いや、ドラゴンだったから結構期待してたんですけどね。よっ、あ、やべえ、飛ばしすぎた。まあいい。オッケー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 。あ、こいつ。やばいぞ。来たぞ。まあね、100回回せるんで、まだまだですよね、これから。ちょっと一回カーソルを変えます。よいしょ。これだ、ここか、これだ、行こう、よいしょ、ドラゴンダイヤで行っちゃうぜ、さあ来い、そうだ来い、ハトだ、もう一発、もう一発来ない、あー、2個、金2個、やばいなこれ、来たぞー、厳しい流れ来た。まあしょうがないですね。雫はもうありがたくいただきます。で、皆さんご存知だと思うんですけれども、ガチャでですね、登場した龍騎のゴフで、まあ覚醒がし終わって、あの、上限解放かが終わって不要になったものを売却すると覚醒の雫になります。これもね、非常に覚えておくといいと思いますよ。もう何回も言ってるかもしれないんですけどね、すいません。よいしょ、よっ、よっ、おー、これ持ってないですね。いやー怖えなー。よし、龍騎のゴフ、龍騎のゴフってまた言っちゃった。龍騎将来い。お、来た、確定、これは確定です。確定引きましたね、2個目。いいですねー、素晴らしい。で、あとはこれがドラゴンかどうかですね。来い。あー、ゴフだ。まあいいです、ゴフも、ゴフもありがたいです。よいしょ、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 よいしょ。さあ、なんだ、何が出る。あー、あれ、ブレイジングクラウンだ。あれ、違うな、お正月のあれじゃないな。あら、ということでこちらですね、初期の龍騎のゴフかぶって出てくれました、ありがとうございます。ちょっともう一回リセットしましょう。僕が欲しいのはマリシテンです。いきます、マリシテン、かっこいいですよね。残り40連ですね、結構引けますね。やっぱり最初にこう家康が出たので、ちょっとなんかスパンが長く感じてるのかもなっていうのはありますね。よいしょ、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 来ないっすね。飛ばします、飛ばします、はい、ありがとうございます。飛ばします、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 飛ばします。これスキップしちゃった方がいいのかな。もう連続でいきましょう。次は龍騎将、虹来ないね。ここで刺さって虹にならなかったら飛ばしちゃえばいいんですね、きっと。はい、飛ばします。これで飛ばせますね。スパッといけます。次でもうラスト20回か。1500個と1975個なので
リュウキショウで最後ドラゴンダイヤでいきたいと思います。さあ来い、100連の力見せてくれよ。90連目だけどまだ来い、いいぞ、よいしょ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 、来ないですね。こんな感じです。いやーやばい、ラストだ。さあマリステンですね、いきますよ、ラスト100連目。いやーかっこいいですね、マリステン欲しい、これは欲しいけど確定演出来ない、来い、虹来ない、くー来ない、来ないですね、やっぱりなかなか、これ洗礼、もう洗礼を受けましたね。来い、よいしょ、ということで飛ばします。ということで、今回ですね、挑戦してみました、イ・マネキシ勝利の夜明けガチャ、家康とマリステがですね、登場しております。マリステ以外がですね無事確保できましたので、まあ成功ということで、よろしくお願いします。新年もですね、新しいアプリそしてドラガリアロストですね、どん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 プレイして紹介していきたいと思いますので、もしですね動画見かけましたらぜひご覧になっていただければと思います。貴重なお時間ですね、本日はどうもありがとうございました。新年もですね良い、お年をお迎えいただきですね、さらに怪我ですとかそういったことないように、新年を迎えていきましょう。以上、井上ゲーム&チャレンジ、今回はですねドラガリアロスト新年最初の2019年、100連ガチャ動画でした。ご視聴最後までありがとうございました。よろしければチャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。それではまたお会いいたしましょう。バイ。支度はできましたか？うん、いつでも OK なの。こんなに楽しい正月は久しぶりですね。はっ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 、棚ぼた棚ぼた、あなたが相手でも手加減はしませんよ。もちろん望むところよ。マイ、そこはっはっ、おっ、我が家はすでにドラゴンなり、はっはっ、これにて一件落着です。